皆様こんにちは。ありがとうございます。本日は航空自衛隊航空中央音楽隊緑のフィールドコンサートへようこそおいでくださいました。いい天気になりましたね。20回というこの節目の年に、このいい天気の中、そして大勢の皆様の、ご来場の中演奏できますこと、とても嬉しく思っております。ごゆっくりとお楽しみください。ここからの時間は私たち航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏でどうぞお楽しみください。申し遅れましたが、私本日の午前の公演のご案内を務めさせていただきます。打楽器担当、松田瑠美一等空曹です。どうぞよろしくお願いいたします。では演奏の前に、自衛隊東京地方協力本部立川出張所よりご来場の皆様にご案内があるとのことですので、マイクをお渡ししたいと思います。よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました、自衛隊、地方協力本部、小池一等陸曹と申します。本日についてはですね、広報の方で、装備品であります2分の1トン、トラック、また、グッズの配布等を行っております。ぜひご来場の皆さん、いらして、グッズの方をゲットして帰られてください。またですね、15歳から26歳の方、アンケートに答えていただきますと、レアなさらにグッズをプレゼントさせていただきますので、ぜひともアンケートの方をお答え願えると、こちらとしてもありがたいと思っております。またお子様の、迷彩服のご試着、写真撮影等も取り行っておりますので、合わせてご来場お待ちしております。以上です。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。皆様の右手後方ですね、緑のテントがございます。こちらであのブースを出しておりますので、ぜひ演奏終わりましたら足を運んでみてください。それでは早速演奏へ参りましょう。航空自衛隊航空中央音楽隊緑のフィールドコンサートの幕開けです。どんな物語が始まるのか、ワクワクするようなハリウッド万歳で華やかに幕を開けました本日のコンサート。今では当たり前となっている吹奏楽とポップスを結びつけた吹奏楽ポップスの父、岩井直弘の3000曲以上とも言われるアレンジ作品の中から、吹奏楽に携わったことがある人にもそうでない人にも馴染みのある音楽をお届けいたします。本日の指揮者をご紹介しましょう。豊浦祐希一等空尉です。それでは題して岩井直弘コレクション、どうぞ最後までごゆっくりとお楽しみください。Thank you.
現在も放送中のテレビ番組世界丸見えテレビ特捜部のオープニングに使われている1937年のミュージカルコメディ映画ハリウッドホテルのテーマ曲ハリウッド万歳、そしてオーストリアの軍楽隊長であったフランツ・ヨーゼフ・ワーグナーの傑作マーチをディキシーランドジャズにアレンジした総統のわしの旗のもとにを2曲続けてお送りしました。さまざまなポップスを原曲以上にかっこよく、そして時には斬新なアレンジで発表した岩井尚弘。実は彼と私たち航空中央音楽隊はとても深いつながりがあります。今から45年以上前のこと、当時吹奏楽の演奏といえばクラシック音楽をアレンジしたもの、マーチ、
吹奏楽オリジナル曲ばかりだったといいます。そんな頃、レコード会社から吹奏楽によるポップスのアルバムを作りたいと依頼された岩井直弘は、中学高校に吹奏楽部が増えてきた今、ポップスアレンジが増えれば入部しやすいのではないかと考え着手しました。そしてそのレコーディングの演奏者として選ばれたのが、米国空軍音楽隊と交流していたこともあり、いち早くジャズやポップスに取り組んでいた航空中央音楽隊の前身、航空音楽隊です。まずはじめに、8つのグラミー賞、3つのアカデミー賞を受賞しているアメリカの人気作曲家バート・バカラックの名曲を詰め込んだダイナミック・マーチ・イン・バカラック、こちらのジャケットになります。続いて、吹奏楽ポップスの方向性を決定づけたとも言われるブラスバンドプレイ・ブラスロックを発表しました。こちらになります。これによって岩井直弘と航空音楽隊は吹奏楽ポップスを世に送り出したコンビとなったのです。アルバム発表後もさまざまなコンサートで岩井アレンジを紹介するなど、関わりは長く続いていきました。この流れが吹奏楽の世界ではおなじみの人気シリーズ、ニューサウンズ・イン・ブラスのきっかけとなったこと、そして今の吹奏楽ポップスの流れを作ったことに、私たちの大先輩方が関わっているということを、私たちは非常に誇らしく思っています。そんな岩井直弘と航空音楽隊のエピソードをご紹介した後ですので、続いての曲は1作目のアルバムの中からお送りします。1969年に公開された映画、明日に向かって撃ての挿入歌で、バート・バカラックの名を世界に知らしめた名曲、雨に濡れてもをお楽しみください。Thank you.
バート・バカラックの雨に濡れてもをお送りしました。先ほどレコーディングしたアルバムのジャケットをお見せしたんですけれども、こちらもうちょっと近くでよく見たいなという方がいらっしゃいましたら、演奏会終了後隊員に声をかけていただければ、近くで見ていただくことできますので、ご興味のある方はぜひお越しください。続いてはアメリカのトランペットフリューゲルホルン奏者チャック・マンジョーネの代表作サンチェスの子供たちをお送りします。この曲は同名映画の音楽ですが、日本では公開されなかったため、映画音楽だということはあまり認識されていないかもしれません。しかし、1981年、車のコマーシャルで使われたこともあり、ある一定以上の年代の方は耳にしたことがあるのではないでしょうか。これから演奏するアレンジは、30年以上前に発表されたものですが、最近でもよく演奏されているのを耳にすることができることから、岩井アレンジが長く愛される名アレンジであるということを実感できる一曲となっています。それではサンチェスの子供たちをクリス健一空奏長のフリューゲルホルンソロでお楽しみください。
藤林信弘二等空曹、そしてフリューゲルホルンソロ、クリス健一空曹長。チャックマンジョーネのサンチェスの子供たちをお送りしました。実は音楽隊、1981年の第20回定期演奏会でチャックマンジョーネを特集しました。アレンジはすべてこの岩井アレンジで、もちろん今お聴きいただいたサンチェスの子供たちも演奏したんですけれども、当時吹奏楽で彼の音楽を取り上げるということが珍しいというか初めてのことだったそうなので、この演奏会にあたりチャックマンジョーネ本人からメッセージが届いたというエピソードがございます。この当時に音楽隊にいた方いますか？手を挙げてください。はい、この2人が当時在籍していたんですけれども、もし当時のお話聞きたいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひ演奏会終了後にお二方のところに行ってみてください。さあ、続いての曲に参りましょう。次にご紹介するのは言わずと知れたミュージカル映画の名作、サウンドオブミュージックより6曲をメドレーにしたサウンドオブミュージックメドレーです。ミュージカル音楽の名コンビであったリチャード・ロジャースとオスカー・ハマースタイン2世によるこの作品は名曲ぞろいですので、音楽だけでももちろん楽しめますが、本日はこの岩井アレンジの上に歌を乗せてお送りします。ミュージカルの主人公マリアは歌が大好き。彼女が歌う愛にあふれた歌の数々を、本日は昨年入隊いたしました航空中央音楽隊のボーカル森田早紀一等空士の歌でお楽しみください。
ひとりぼっちの羊飼い、レイ踊れ踊れ、ピッポー。高い山から越えたぎり、レイ踊れ踊ろう。遠い町の人々も、レイ踊れ踊れ、ピッポー。その歌に聞き惚れる、レイ踊れ踊ろう。オーホーレディホテディ、オーホーレディホテディ、オーホーレディホテディ、踊り踊れ。美しい重賞がレディゴレディレイデホー。三重賞になるのもすぐレディゴレディゴレディゴ。はぎれいはぎれいはぎれい、はぎれい踊れ踊れ。さよならおやすみなさい、楽しく遊びたいけど、さよならおやすみなさい、アデューアデューお別れなのよ。森田早紀一等勲士。サウンドオブミュージックより、サウンドオブミュージック、ドレミの歌、ひとりぼっちの羊飼い、さようならごきげんよう、エーデルワイス、すべての山に登ろうをメドレーでお楽しみいただきました。続いてはアレクサンダーカレッジのスタートレックをご紹介します。この曲はアメリカの SF ドラマシリーズスタートレックのテーマ曲で、日本で有名になったのはカナダ出身の名ジャズトランペッター、メイナード・ファーガソンの演奏が1977年から
1998年に放送されていたアメリカ横断ウルトラクイズに使われていたからだといいます。その影響からか現在でもクイズ番組などで使われることも多く、よく耳にすることができます。本日は高らかなトランペットのメロディーが印象的なこのスタートレックを、中江蔵さん一等空想のトランペットソロでお楽しみください。
フルートソロ、山田照代空奏長。そしてトランペットソロ、中江津治一等空奏。スタートレックをお楽しみいただきました。岩井直弘コレクションと題してお送りしてまいりました本日のコンサート、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。次がいよいよ最後の曲のご紹介となります。最後は1940年公開のディズニーアニメーション映画ピノキオの主題歌、リー・ハーライン作曲の星に願いをお送りします。これからお聴きいただくアレンジはコンサートの締めくくりにふさわしくナレーションが入れられるようになっており、私たちも過去の演奏会では童謡真っ赤な秋の作詞者薩摩忠が手掛けた音楽にまつわる詩を朗読してきました。岩井直弘と私たちの先輩方の手で始まった吹奏楽ポップス、これからも大切に演奏し続け皆様のもとへお届けいたします。そんな思いを込めてお送りします。本日のラストナンバーは星に願いをです。私たちと皆様を結ぶ虹の橋です。美しい音、楽しいリズムが一人一人の胸に和音となって鳴り渡るとき、ここにいるすべての人々が一つになります。音楽は世界の言葉、私たちと世界を結ぶ平和の絆です。あらゆる国のたおやかな旋律が輝きの中で吹き鳴らされるとき、地上で生きるすべての人々が一つになります。皆様の温かい心と思いを込めた拍手に支えられて、私たちはより良い音楽を目指します。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。皆様とまたお会いできますことを楽しみにしております。ごきげんよう、さようなら。皆さん、改めましてこんにちは。私たち航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏いかがだったでしょうか。お楽しみいただけましたか。ありがとうございます。
このコンサート始まる前に質問もあったんですけれども、私たちの演奏を初めて聞いたっていう方どれくらいいらっしゃいます？あ、結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。今日は本当に足を止めて聞いていただいてありがとうございます。私たちですね、今回は岩井直弘のコレクションということで、ポップスとかジャズを中心に、演奏していきましたけれども、他のジャンルでもクラシックなんかも演奏することあります。私たちはホームページを持ってまして、そちらの方に、演奏会の情報とか掲載しておりますので、ぜひチェックしていただけたらなと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではですね、最後にもう一曲お聴きいただきたいと思うんですが、よろしいでしょうか。やっぱり最後の曲も岩井直弘さんが編曲した、曲なんですけれども、旅愁という曲、皆さんご存知でしょうか。きっと聞いたら分かると思うんですけども、それをですね、サンバ風にアレンジしたものになっております。ノリノリですので、ぜひ手拍子よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。Thank you.
本日は航空自衛隊航空中央楽隊みどりのフィールドコンサートへご来場いただきまして誠にありがとうございました。午前の部の演奏はこれで終了となります。午後の部は13時30分からの開演となります。よろしければまたご来場いただければと思います。皆様どうぞ良い休日をお過ごしください。ごきげんよう。さようなら。